でやるって言うときはかなねえよ、うん、それからまたそこの自分家の若い車でうんたるの車じゃなきゃ全然距離あるんだ。あるよ、からかじめ山ぐらいにが、うん、そう、この間お寺でするなんてね、はい、納骨をお寺でしてもらって若いったら凍りた遠いで納骨の時家に来てもらった方がよかった。田舎のは家に来る時なんだよね、自分の家するんだよ、はいはい、人と人はこの近いでしょ、はい、だから言ってくれない。ほんで多く山の上の方にお寺があるから大墓地だよ。登ってなきゃなんでもね。登らなくてなんないよ。大変だよね。そう。降りてよ。それもね、おじさんのでね、1月でね、雪はあるしさ。大変だ。お寺での死に苦しみだよ。お寺は暖房高ねえからね、炊いてもダメだし。そう、寒いしね、これでね、足元に毛布だのね、座布団買ってるね、そうしても温まるもんじゃないよ。ダメだし、震えたよ。うん、広いしね、うん。でも、うちのお寺なんかはさ、はい、あの、ホットカーペットででっかいあのストーブいつも置いとくてくれるよ、うん、部屋に。あの親もそうだけど本堂にも、はい、その代わりやだね、日の始末が他にやね、うん、そこはちゃんとしなくちゃだもの。そりゃそうだ、うん、日の始末が大きいよ、うん、大変だよね、うん、今日は忙お宅なんか忙しいかなと思ったのさ、洗ってもらってやるし、はい、ああ、はい、うん、午前中はね、リハビリがしてたから。あ、そうなの、うん、おじいさんのとこ、旦那のとこにリハビリがしてたの、はいはい、うん、グランドがね、そう、週に2回ぐらいだけど余裕やねんさね、うん、来る人も余裕やねんと思うけどさそうだ、うん、あれお宅なんか石川さんちあの頭いいしくれ言ってんだって。うん、そうだね、ほら市でさ、うん、あのカット券くれるんだよね。あ、うん、あ、市でか。そうだよ、うん、あ、うちなんかさ、おじいさんは今あれだからさ、うん、あのうちでさ、ちょっと女の人嫌じゃないから子供が来てくれるけどさ、うん、あの、床屋いじななんつけ、床屋と行くのもね、余裕じゃないでなっつった。だけど、うん、大丈夫だよ、別に言ってもらえば行くよ、俺が。あ、そう、うん、簡単だよ。そう言ってたんだよ、うん、誰かしてもらえんに、なんつって、あの、出張しますよ。あ、そう、はい。そしたらさ、あずみさんがさ、はい、隣口来たよ、思ってさ、来ましたから、謝って帰った、はい、そうなんですよ。うちは裏だったね、今度表のとこに来たんだけどね、はい、裏へ。何じゃ、表住んでないもん。子供がね、整理しながらね、今一人いる。一人がね、ご飯を食べないんだけどね、うん、たまにたまにいる。あ、そうなんだ。うん、たまに休みの日に整理するなんていろいろ。だんだん整理しないとさ。あ、そうだ。できないよね。そう、一人できないから。うん。本当だ。そう、引っ越し屋さん頼むっていうよりさ、いるもんだけ出し拾い寄せればさ、はい、あとはみんな持ってってさ、うん、お返してくれって言うからじゃ、勤め行きながらだからどうしようね。そうだ、そう、でも今裏の家いるからね、うん、まだね、
おじいさんも楽だけど、うん、裏の家だって何だって俺嫌だけど、はい、しょうがねえ嫌なんつったんだけど、うん、でも裏の家にいればバリアフリーだからね、はい、そこにいられるかも。じゃあね、同じように楽かな。うん、今は楽ですよ、ね、だから古い家の方もね、うん、あのみんな直しちゃったんで一回。あ、そうなん。そう、そうするとちょっと大変だぞ。